わかるかな。お、跳ねたね。今跳ねたところの帯になってるこの黒い部分、これが全部紅鮭です。なんでこんなにいるかっていうと、禁漁区だからです。とか言って、まあ、ここでやっちゃったわけです。まあ、ルール違反、ちょっとルールブックをちゃんと読めなかったのが悪かったんだけど、とりあえず1回目は罰金なし、2回目は、1万2000円ぐらい取られるのかな、ぐらい罰金を取られるそうです。だからまあこんな感じ、わかるかな、黒いのが全部紅鮭です。ほら、こんな感じでもうバンバンに跳ねます。7月20日だから、そこら辺までずっと禁漁。そこをちょっと、なんだよ魚いっぱいいんじゃんなんつってピョーンってやってかけて、おお釣れんじゃんなんてやったら、まあルール違反だったというわけです。まあ1回目タダだったのは正直助かったね。でもね、タカの羽もね取っちゃダメなんだって。落ちてるゴミみたいなのでもねダメなんだって。 I'm serious とか言われてちょっと怒られちった。まあ今日はちょっとクマに会いすぎたのでもう帰ります、おとなしく。というわけです。はい。